十分気をつけてくださいね。それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車の役目です。さて皆さんは今熱帯のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよく見てみるとトラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。ママ、ママがいたんだ。そういえば出発する前駅で機関車に水を補給していたんですが気がつきましたか。あれはねこのウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あってそれぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのはコロラド号です。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡りアメリカの西部開拓時代へと入っていきます。右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションといいます。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然とそれから何より一攫千金のチャンスがあります。お、川の向こう小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で我々は仲間だということをミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。インディアンたちは全員が一丸となって生きるために協力し合っています。大人がテントを張って食事の準備をしている間、勇敢な若い連中は森で狩りをしています。彼らは部族に代々伝わる技術を使って動物を捕まえているんですよ。この線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほらその向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。ああ、右手にいるリスみたいな小さい動物、あいつはプレーリードッグといって西部ではあちこちで見かけるんですよ。
どんなにタフな開拓者だってあの小さくて可愛い動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。左の方に滝が流れている山が見えますか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。ほら見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場です。それに多くの開拓者がこの町に立ち寄って生活に必要なものを買ったり食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。皆さん、この辺で一番大きな金鉱、ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。ここでは、金が見つかってから、なぜか奇妙な事故が次々と起こるようになった。今では、よっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それから、あれです。恐竜の骨が見えますよね。あの骨は、まだこの山がゴールドラッシュで賑わっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。実は、この山の周りでは、他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり、人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。それではこれからさらに時間を遡り、皆さんをある特別なところにご案内することにします。息を潜めてどうぞお静かに。それからフラッシュ撮影は